将来性はあんまりないと思います。こんにちは、カイログです。今日はですね、地方銀行の将来性というところについて語っていこうかなと思うんですけれども、これから銀行に就職するしようかなと思ってらっしゃる方にはちょっとね、耳の痛い話になるかもしれないんですけれども、僕はですね、地方銀行の将来性っていうのはあんまりないんじゃないかなと思ってます。そのね、理由をちょっと今日は3つほど話していこうかなと思ってるんですけれども、まず1つ目がですね、低金利というものの影響でございます。銀行というのはですね、お金に利子をつけて貸すことで、その、利息で儲かるっていう風な収益システムに、なっているんですけれども、その金利と言われるものがずっと右肩下がりなんですよね。この金利が下がっている要因っていうのに関しては、僕ちょっと別の動画で触れてるんで、詳しくはそっちを見ていただきたいんですけども、この金利がずっと下がり続けているので、収益額っていうのは、その分少なくなるよねっていう風な状態なんですね。で、その金利が下がってるから、そっか儲からないのかだけだったらまだいいんですけど、この地方銀行が用意している金利っていうのが、他のネット銀行とかの金利に比べると高いんですよ。これがね、どういうことを招くかというと、融資っていうお金を貸すっていう商品の特性上、どの銀行でも借りれるお金って一緒なんですよね。100万円ね、 A 銀行から借りても B 銀行から借りても、100万円っていうお金の価値は同じじゃないですか。で、買えるものも一緒なわけですよ。なんでその金利がただ高いだけっていう状態が今地方銀行で起きてるんですね。別にアフターサービスとかも全然変わんないですよ。どこの銀行の商品とか見てもほぼ変わんない。そんな中でただただ金利が高くて、お客さんが払う利息が、多いっていう状態なんで、そりゃね、みんな安いところで借りるよねっていう話なんですよ。その影響でね、お客さんの獲得っていうのが非常に難しくなっていて、非常に難しくなってるのに金利が下がっちゃってるから貸してもあんま儲かんないっていう、そういう状態がずっと、何年ぐらい前からかな、リーマンショック以降はずっと下がりっぱなしだった記憶があるので、ここ10年ちょっと、僕が銀行に入ってすぐの頃はね、金利がそろそろ上がるぞみたいなね、噂がありましたけども、結局上がってないんですよね、全然。でね、今の経済状況を見ても、じゃあ金利が上げられるかっていうと、そうではないと思うので、なのでこの低金利の状態というのが恒常的にね、もう少し続いていくだろうというのが、銀行のね、将来性があんまりない要因の一つになっているかなと思います。カイログの動画、2つ目の理由に行きたいと思います。地方銀行はですね、強みがないですよね。地方銀行ってさ、県境またぐと同じサービスを展開してるライバルがいるわけじゃないですか。そんな近くにライバルがいる状態で、強みっていうのがね、ないんですよ。地域に密着した銀行ですって、全国にあるね、地方銀行の人事担当者がいかにも自社の強みかのように説明会でね、言うセリフがあるんですけど、これがですね、地方銀行の弱みなんですよね。地域に密着イコールマーケットを広げないというものの裏返しなんですよね。だからもう自分の県とか縄張りでしか営業活動は行わないと、銀行が言っちゃってるようなもんなんですよね。それなのにね、今少子高齢化だったりとか、その企業の承継者問題でね、地方のマーケット市場っていうのがね、年々縮小していっていて、これはね、今後も加速すると予想されています。そんな中で地域に密着して、マーケットを広げられない状態というのは苦しいんですよね。県内がダメなんだったら全国にしようみたいなことはね、地方銀行はやらないので、てかやれないですからね。他の県にもマーケットを広げたかったらね、そことグループ化してとか買収してみたいな話になっちゃうので、厳しいんですよね。どの県にもその県に密着した銀行がすでにいて、扱ってる商品はもうほぼ一緒。そんな中でね、別の県の銀行が、うちの銀行でお金借りませんかって、ね、全く同じ商品持ってきても、ってなるじゃないですか。そんな感じで新規開拓ができないので、もう逆に言ってしまえば自分たちの地域でしかできないんですよね、事業が。なのでエリアが限られていて、そのエリアの中の市場マーケットっていうのも年々縮小していっている。で、さっきも言ったように金利が低いから客単価も上げられない、こういう状況が今地方銀行にはあるので、ちょっとこの点もね、僕は地方銀行の将来性としてあんまりないんじゃないかなと思う理由の一つです。そして最後3つ目なんですけれども、メガバンクでこと足りちゃうっていうところなんですよね。そのさっき言ったね、1の理由と2の理由でも結構ね、ライフはゼロの状態なんですけど、これに追い打ちをかけるようになるのがこのメガバンクの存在です。さっきね、地方銀行はその地域に密着していて、その地域の企業から収益を上げているというふうな形で解説をしたんですけれども、そもそもですね、その地域にいる大企業や一流企業っていうのはメガバンクを利用しています。財務内容も良くて、お金を貸すリスクも低く、借り入れ金額も大きい、いわゆる
いいところのお客さんというのはですね、すでにでかいところが持っていってます。なので地方銀行というのはそれ以外の企業っていうのを顧客対象にしているんですが、メガバンクよりかは貸し倒れのリスクとかっていうのを負わなきゃいけない。まあ地方銀行でもね、大きな都市を持ってる県、まあ神奈川、静岡、あと福岡、それこそ僕がいた地元のね広島っていうところも、まあその辺だったらまだいいと思うんですよ。まあいわゆる上一銀と言われるね、銀行が点在している県なんですけれども、この辺だったらねまだその企業自体が大きかったりはするのでまだマシな方なんですけど、大日銀とか新金とか新組、この辺だとねこの問題っていうのはもっと深刻ですね。リスクはさらに高くなります。一流企業はメガが持っていって、その次のまあいいところの企業というのは第一資金が持っていって、第一銀とかメガバンクが貸さなかった銀行っていうのを第二資金とか新金新組っていうのがこう貸し出しをするわけなので、まあ必然的にねリスクっていうのは高くなってしまうという状況があります。そしてねメガバンクと同じぐらい脅威なのが、まあネット銀行ですよね。ネット銀行って何かっていうと、いわゆる銀行の支店っていうものを持たずに、本当にそれこそこのスマホのアプリとかブラウザ上で振り込みや預金借り入れの申し込みというのが完結できる銀行なんですけども、このねネット銀行の何が一番強みかっていうと、確かにこういう手続きっていうのをスマホ1個で全部完結できるというところにもあるんですけども、人件費がかからないというのがあるんですね。地方銀行というのはですね、県内に本当に100個ぐらい支店を持ってますけれども、その支店にね各銀行員というものを配属してますよね。なので人件費がかかるわけですよ、事業を運営していく上で。なんですけどネット銀行というのは支店がネットの中にあるので、そんなね人員を配置しなくていいんですね。人員を配置しなくていいということは何がいいかっていうと、金利を下げられるんですよ。これがさっき言った地方銀行の金利よりもネット銀行の方が金利が低い理由です。でさらにねちょっとさっきの話にも関わってくるんですけども、今の世界って資本主義ですから、はい、お金を持っている企業というのはより投資をすることができます。でこれに関しては銀行のネット化とかアプリ化っていうのもそうです。もともとオフラインでやっていたものを今銀行頑張ってねオンラインで完結できるようにいろんなところに投資して、ね、ネット化っていうのを進めている最中です。これめちゃくちゃお金かかるんですよ。なのででかい銀行からこういうことっていうのは進んでやってってます。それでもね銀行は他の業界と比べると、まあ、一歩か二歩遅れてる状態なんですよ。メガバンクとかでギリかトントンぐらいいけるかな、いやちょっと遅れてるかなっていうぐらいのレベル感なんで、それこそさっき言った大日銀とか新金新組っていうのはこの辺に関してはもう二回りぐらいちょっと遅れちゃってるというのが現状なんですよね。この銀行のネット化やアプリ化っていうのがね進んでいけば進んでいくことを、地方銀行の価値っていうのはもっと薄れていってしまいます。ただまあこの辺っていうのはね経営方針とかによっても如実に差が出るんですよね。銀行のね差っていうのがすごいんですよね。この辺のねネット化とかっていうのが進んでる地銀っていうのは多くはないんですけど、あります。実際にメガバンクにも引けを取らない地銀っていうのは全然あります。こういうことどん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 やっていかないでやばいよねって考えてらっしゃる地方銀行さんっていうのも結構あるので、その辺っていうのは就活するタイミングでちゃんと見極めていかないといけないんじゃないかなと思います。ちなみにですね、なんで銀行の経営陣はそんな状況なのにね思い切った変革をしないのと思う方もいらっしゃるでしょう。これはですねするつもりがないんだと思うんですよ僕は。なぜかというと銀行の経営陣ってほぼ漏れなく新卒からの生え抜き行員なんですよね。みんなもともと一社員なんですよ。それがだん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 出世していって最後に役員とか、ね、頭取とかっていう人が出てくるっていう風な企業体系になっているので、経営陣になっても任期が数年とか短かったら数ヶ月っていうケースもありますから、そんなリスクのあることやるよりもとりあえず今のままこの任期が満了できればいいというまあこと流れ主義みたいな部分が強いんじゃないかなと思うんですよね。それこそねまあ例を出すと、まあ適当ですけどマーク・ザッカーバーグとか、まあ五成社長とかね、まあそういう自分が建てた会社みたいな意識を持ってる経営者がいないっていうのがこの辺のまあどん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 思い切った変革をしないっていう部分の、一部なんじゃないかなとは思います。じゃあねここまで話して、地方銀行に就職するのやめとけって言うのかっていうと、僕はねそんなことはないんですよ。地方銀行に就職をするのが良くないのかって言われると、僕はそんなことはないと思ってます。銀行はですねこれだけ逆風なのに未だに地方では人気の企業です。なぜかっていうと、地方ではズバ抜けた福利厚生給与知名度企業規模や信頼性というのがその地方ではトップレベルにいいからなんですね。確かにねマーケットっていうのはまあ縮小はしていってます。
縮小はしていってるんですけども、それでも数百億とか数千億っていう売り上げを上げられる力っていうのはまだ残ってます。でここまで揃った条件の企業っていうのを地方で見つけようとすると、僕が思うには全国規模の地元企業、テレビ局、インフラ系ぐらいしかないんじゃないかなと思うんですよね。でそれに加えて事業展開で言うと、それこそさっき言ったようなね、思い切った変革っていうのは、まあ、ぶっちゃけやってないんですよ。やってないんですが、銀行は今融資とか投資信託の販売っていうもの以外にも人材紹介業とか地方復興事業みたいな地域創生を軸とした、まあこういう金融のね垣根を越えたものにも取り組んでます。なので10年後20年後は今の預金融資為替っていう風な収益源が軸となるビジネスモデルではなくなってるかもしれないですが、企業としてはね残り続けるんじゃないかなと思います。まあ買収とか合併とかっていうのあったりすると思いますけど、金融と言われるものはね残ったりもすると思うので、そういう点からも、そんなじゃあ2年後3年後にバタンと倒れるかっていうとそうではないと思うので、まあ任天堂もさ、最初は花札の会社だったって言うじゃないですか。まあそんな会社で最初はこれやってたけど、だん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 いろんなところに手出して、あこっちの方が儲かるやつって、そこでズドーンと新しいねビジネスができるかもしれないので、まあ銀行は今それを模索してる途中というふうな感じになるんじゃないかなと。でしかもね、これからの時代っていうのはどこの企業に勤めるかじゃなくて、個人が何ができるかっていうのが非常に重要視されるような時代になってきます。僕のね他の動画でも何回か言ってますけど、銀行でしか得られない知識やスキル経験っていうのはいっぱいあります。銀行っていうのはねすごく閉鎖的なね業界なだけに、そういう知識や経験っていうのはかなりレアです。なんでそういうスキルっていうのをもう若いうちにいっぱい身につけて、銀行が本当にもうやばいってなった時に、あ自分はこっちの道でも行けるかなっていう風な選択肢を持っておける、そういう風な状態になれるのが僕は一番まあベストなんじゃないかなと思いますので、しっかりと自信を持って誇りを持って銀行員をやってもらえればいいんじゃないかなと思います。というわけで今回は地方銀行の将来性というものについて解説してきました。この動画少しでも参考になったという方は、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。カイロでした。バイバイ。